MLB ロッキーズ6、3ドジャース、日本時間22日、ドジャースタジアム、シーズン最終盤に差し掛かったメジャーリーグ。大谷翔平選手が所属するドジャースは、日本時間22日に行われた本拠地での最下位ロッキーズ戦に3対6と敗戦。試合前時点で残り8試合を残し、リーグ優勝へマジック5としていましたが、2位のパドレスが勝利したことによって、 両チームの差が3ゲームとなり、マジックが消滅しました。この試合、大谷選手は5打席3打数1安打2四死球の成績。メジャーの歴史上初となる50から50を達成し、前日の試合で52から52まで記録を伸ばしていた大谷選手でしたが、この試合では期待の一発見られず。しかし、9回に53盗塁目を成功させ、 5-2 5-3から53としましまた。初回、先頭で迎えた第1打席は相手先発のキャル・クワントリル投手の5球目、高めに浮いた進化を芯で捉えるも、惜しくもサードゴロ。続く3回、3点ビハインドの第2打席では一度もバットを振らず、フォアボールで出塁すると、続く2番ムーキー・ベッツ選手が18号ツーランを放ち、1点差に迫る起点を作りました。しかし、 9番フェドキア選手の1点タイムリーで同点に追いついた4回なおも2アウト1 3塁と1打逆転の場面で迎えた第3打席は追い込まれてから5球目低めのシンカーにバットが空を切り空振り三振さらに6回の第4打席は初対戦となった2番テルイスペラルタ投手が投じた初球のストレートが右肘をかすめるデッドボールそれでも3点ビハインドの最終9回 先頭で第5打席を迎えると、相手5番手の春セン投手が投じた初球のストレートをセンターへ弾き返し、5試合連続安打を記録。さらに、ワンアウトから迎えた3番フリーマン選手の打席で、2塁へ盗塁を成功。自己最多シーズン53盗塁を記録しました。また、現在52本のホームランを放っている大谷選手はナ、ナリーグ本塁打王は確実。 自信初となる両リーグ合わせての本塁打王へ向けて、この日54号を放ったライバルでア・リーグトップのアーロン・ジャッジ選手を2本差で追いかけます。